はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、榊龍也です。さあ本日なんですが、ビーストアイズペンデラムドラゴンっていう最強のモンスターをね使っていきましょう。来ました、かっこいいよねこのモンスターね。あのアニメ見ていただいた方だったらまあ重々ご承知かなと思うんですけども、このモンスターね、結構序盤の方でね、龍也くんが、まあ、バンバン使っていた結構エースモンスターでして、打点3000ありますし超出しやすいんですよこのモンスター。今日はこいつを主役にしてやっていきます。でこのモンスターどういう召喚条件してるかっていうと、ドラゴン族闇属性プラス獣族っていうすげえ緩い召喚条件で出せるんですね。で、さらに融合普通にする以外にも、あもちろん融合ただの融合でも出せますし、例えば竜の鏡とかああいうのでも出せますし、結構簡単にね融合できるんですけども、これ自分の効果で特殊召喚できるっていうのがすげえ強くて、自分のフィールドのこのドラゴン族闇属性と獣族をリリースするとエクストラデッキから融合必要とせずに特殊ができるっていう自分の効果を持ってるんですよ。これが超強いです。で一番の効果はちょっと今回そんな使わないんですけど一応説明します。戦闘で相手モンスターを破壊すると融合素材にした獣族モンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを与えるっていう、まあこれおまけですね。はい、まあ、戦闘破壊した時何々するみたいな効果は基本的に弱いんで今この環境では。なんでまあおまけです。でこれどうやって出していくかっていうと、これ超有名なギミックがあって、これが一番強いんですよ多分。金華病、これ召喚リバースしたときに墓地のレベル1のモンスター蘇生できるんで、ドラゴン族闇属性を蘇生したらこいつ獣族ですから、それでリリースして出せるんですよ。もうで蘇生できるのが一番強いのが何かっていうと、ブラックメタルドラゴンっていうこのモンスター、これフィールドから墓地を送られるとあのレッドアイズサーチできるんで、これをあの蘇生して、あこれちなみにあの本当だったらフィールドから離れたらこいつが離れたらその蘇生したモンスターが除外されちゃうよみたいな効果あるんですけど、これあの同時にリリースするとその効果なくなるんで、同時にリリース しておけばあのブラックメタルの効果も発動できます。でこのブラックメタルでレッドアイズサーチしながら3000点出して、でさらに蘇生札とか、まあ、融合とか、レッドアイズファングとかサーチできるんで、あしかもモンスターだったら何でもいいんで、これレダメとかね、もしあのもし実装されればレダメとかもサーチできるんで、すげえ強いんですよこのコンボ。これをね今日は、使っていきたいというふうに思っております。でまあメインギミックがまあ一応そのこいつ入ってるんでレッドアイズになってるんですよね。はい、レッドアイズフュージョンとレッドアイズインサイトで、まあ、融合していくっていうギミックですね。でこのデッキ結構強くて、月末ではあるんですけど、私あの2021年の10月と、デュエルキング達成しました。今ここオープニング撮ってるのは10月の25日なんですけども、10月の24日ぐらいに、デュエルキング達成したんでこのデッキで、まあ、そこそこ強いと思いますデッキとしては。まあ、月末ランクはなんで、あのみんな全テキスト読まねえから、あの初見殺ししてるみたいな話はあるんですけどあるんですけど、まあ、割と楽しいデッキになったんじゃないかなと思うんで、早速ねこのビーストアイズペンデラムドラゴンのパワー見せていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方も連勝していると、まあストップしていきましょう。連勝は連勝ストッパー、連勝ストッパーこの龍さんがね、あなたの連勝をストップさせてみせますよ。なんかさ、あの何連勝中みたいなの、あの最初うるさと思ってたんだけどさ、なんかあの自分の連勝はどうでもいいんだけど、なんか相手の連勝を止めるのめっちゃ楽しいよねなんか10連勝みたいなやつ止めるのめっちゃ楽しいっていう、モンスター効果、あのクソみたいな、うんこみたいなデッキで、なんかあの10連勝中みたいなやつを処するのめっちゃ楽しいから、あれ何連勝中って出るのは結構いいあの仕様だなと思ってるわ今のところ。ジャックじゃなくてそれ社長で使ってやれよ。粉砕かスキル、いやこれ1個いっていいか、さすがに社長で使ってやれよこのご時世。今赤羽社長実装されたんだろ、まだゲットしないのかお前は。いやせめて社長で使ってやれよ。なんで今ジャックで DD 使ってんだよこいつ、頭おかしいだろ。手持ちいいよ、ペンドラゴン強いね。まあ、ペンドラゴンだけは絶対にしょんなきゃいけないですね。ペンドラゴンは ねバック選んで破壊してくるんで、あー猫来た。とりあえずレッドアイズフュージョンだぞ、脳死レッドアイズフュージョン。レッドアイズフュージョンの効果でブラックマジシャンとレッドアイズを墓地の送り、ドラグンオブレッドアイズを融合召喚。いけドラグンオブレッドアイズ行けドラグン融合召喚。スラッシュってドラグンよこせ。で、カード1枚セット、カード1枚セット、スキラソウ砂の力だけトゥ。で一応これ装備しましょう。はいはい、オッケー、よし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 。であれっすね、ペンドラゴンだけはマジで処さないと、バックが本当にきついんで、バック除去が
レッドアイゼッキって選んでし来るんでね、ペンドラゴンは。はい、地獄門の契約書で1000ダメージ。OK、 その程度か、その程度かってお前が自分で自称したんだろ。永続魔法発動。はい、地獄門の契約書いいでしょう。地獄門の契約書の効果で、あの伏せ顔にもなんだ、あの伏せ顔じゃねえ、あの手顔にもなんだ。ペンドラゴンやばい、スライムがいる、やばい、パクるしかないか。いや、選んでくんのマジで迷惑だろこれ、選んでくんのマジで迷惑。いやー、これペンドラゴンパクるしかないんじゃない俺、笑いたくないんだよね、とにかく、とにかく笑いたくない俺。トラップ発動で外してパクって、いやもうこうするしかないんだよなこれ、多分こうしないといけないですね。これでも戦闘破壊はしゃあないです、戦闘破壊はしゃあない、これはもうしゃあない。でトップ引きなのか、まあでもギアフリードが蘇生できる、はい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 、 OK です、バトル OK、 相手もそんなに反応強くないね。でとりあえずこれは絶対に発動する、で絶対発動してブラックドラゴン蘇生して横、はい、でレッドアイズ破壊される、ギアフリードも出てくる、でどっちか破壊されるはまあ別にしょうがない、しょうがないか、これはしょうがない、これはしょうがない。でブラックドラゴン効果、ギアフリード特殊召喚、守備、いやーきついね、非常にきつい、非常に厳しい。やばいかもしれない。あ、え、あそっちなの、ワンチャンあるよこれ。あ、めちゃくちゃ強いカード引いた、これめちゃくちゃ強いカード引いたぞ。待て、考えろ、これをバックで発動して破壊、絶対サーチするのは確定だ。でギアフリード効果、ギアフリードの効果によってぶち殺し、さらにお前の魔法トラップを破壊する、そしてフィールドから墓地を送られた黒金竜の効果発動、まあインサイトですね。でインサイトで、インサイト発動、蘇生したいからレッドアイズライトニングロードエビルドエイモンでしょ。でこれは装備でいいわ、これは装備でいい。で満を持して金カビオを召喚、金カビオの効果発動、金カビオの効果、墓地のレベル1モンスターを1体特殊召喚できる。そして闇属性ドラゴン族と獣族モンスターをリリースし融合召喚、入れよ野獣のマナコ光し、どうもなる竜ベーストアイスペンデラムドラゴン、さらに黒金竜の効果を発動、これによってレッドアイズスピリッツを手札に加えさせてもらうぜ。そして、カードを1枚セット、カードを1枚セット、そしてリターンオブレッドアイズの効果を発動、墓地のレッドアイズライトニングレードロードエビルデーモンを特殊召喚、攻撃表示変更しスキル発動、キズの力、うおー、つえーつえーつえー、なんだこの最強盤面は、強すぎる、いけレッドアイズギアフレードでダイレクト、おいうるせえテムジン黙れ、レディース、ジェントルメン、盛大にいきましょう。これがエンタメデュエルの最終進化系、対戦ありがとうございました。これが本気のエンタメデュエルだぜ。さあお相手の方、社長いいだろう、これ勝ったらデュエルキングだからよ俺。デュエルキングチャレンジ、デュエルキングチャレンジいきまーす。反応事故りました、すいませんでした。こういう時に事故になってデュエルキングチャレンジなんだよ俺。これドヤ顔で俺ツイッターにアップするからね、これ。これマジでこのデッキビーストアイズデッキでデュエルキングになりましたってドヤ顔でアップするかな。さあ来い社長、地獄門の契約書、あーなるほど、いいよ全然いいよ、効果発動、効果発動して、効果発動したところで遅延するから、絶対にサーチはさせない、絶対にサーチはさせない。 OK、 無理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 、地獄門の契約書を破壊していく。これでね、これね、地獄門の契約書とかその一旦に一度しか使用できないよっていう効果がついているカードは効果発動に遅延して破壊した方がいいです。そうするともう2枚目発動できない、発動した瞬間に破壊しちゃうと
これ何これどういうこと。クラウドオーガバフォメットとかいうのがやべえモンスター来たんだけど。え、あ、500アップできるの強っ。やばい負けた。くっそ、意外と相手も事故ってるぞ。契約書を破壊できたのはかなりでかい。俺のターン、ドロー。あー危ねえ。あぶねえ、クソ危ねえ。エビルデーモンですかね。エビルデーモンですね。エビルデーモンで、でスピリッツがある。でフュージョン持ってくるでいいかなこれ。一応ね、まあ、言うてエビルデーモン送っといたんで、まあ、スピリッツ絶対蘇生はできる。でドラゴン族モンスターと戦士族で融合召喚レッドアイススラッシュドラゴンスキル発動。絆の力だ。レディーズジェントルメン。いやーこれどっちだろうな。いやワンチャン蘇生捨てるのギアフリードかもしれないから、これ相手がバック伏せてきたらこれギアフリードの方が強いんですよね。オルトロス強い、いいだろう。さあ戦闘ネージの特殊召喚できるカードでターン終了。私のターン。クラウドオーガ君はこれ無限にダトナップできるんですか。一旦にずっと500ライフ払い、ああなるほどね。永遠にずっと500ライフ払ったら500ダメージ、500ダメージじゃない、500アップできるっていうことね。ハウリングやばい、ハウリングやばい。バフォメット、バフォメットがいる。バフォメット蘇生で、バフォメット確かレベル操作できるんだな。自分以外の DD モンスター1体対象にして1から8までの2のレベルを宣言すると。なるほど。いやーこれで重心力か。ブラックローズとか入ったらこれブラックローズ飛んでくる可能性あるんだ。ブラックローズドラゴンが飛んでくる可能性、いや大丈夫か、さすがにさすがにそのあのソンドもしないか。はいはい、バフォメット効果でレベルをいくつにしていくんですか。誰をいくつに、それを6に。なるほど。ああ、じゃあアレクサンダーですね。疾風大王、疾風大王アレクサンダーは別にいいか。疾風大王アレクサンダーは打点が同じなので、まあこれ相打ちするしかないですね。AE チェンジャーとかいう意味不明モンスターが蘇生される可能性があります。エグゼクティブアレクサンダー、ちなみに6000になったエグゼクティブアレクサンダーもあの AD チェンジャーで横にしたら突破できるっていう、めっちゃ強いですこれ。やっぱこのレッドアイズライトニングロード AD チェンジャーっていうカードめっちゃ強いですね。クラウドオーガやべ強い、これで500アップ。あ強い、それ、いや意外に強いこれ。やべ、クラウドオーガビート強い。もういいか、破壊される。でレッドアイズスラッシュは別にいいか、これ発動しなくても、発動しなくてもいい。でもこれさエンドフェイズさ、これあれじゃない、ライトニングロード蘇生したら勝ちじゃないこれ。はい、トラップ発動。はい、なるほど、これが君の本気か。そう、レディースエンドジェントルメンデュアルスキル発動。絆してからのエビルデーモンの効果、うおバトル、よしやった。神ゲービーストアイズ出てないとかいうなんか意味不明な展開だけど、ビーストアイズデッキでデュエルキング達成や、来たこれ神ゲーや。うわー、俺は誰が何と言おうとこのデッキビーストアイズデッキって言い張るからな。さあお相手の方ユーマくん、めちゃくちゃ珍しい人来た。いやもう最近マジでユーマ見なくなりましたね。マジでユーマじゃん、マジユーマ来た、ガチめのユーマ。ズババ番長、あ強い、やばい、めっちゃ強い。これドロードライバーレベル5にしていく。なるほど、はあ、オノマトペアをレベル5に、そしてドロードライバーの効果は2回使える、5にしていく。なんだこれマジで、あれかライオアームズが飛んでくるのこれ、アドレスかレベル5ってなんかやっけ。あライオアームズよ、ライオアームズよ、マジのユーマじゃん。ライオアームズ効果、はい、でゼアルウェポンを持ってくれる効果、トルネードブリンガーやばいね、これね、これやばいことが起きるかもしれない。やばいやばい、あれオルマトランス修正されたんじゃねえのかよ、なんだこいつガン決まってやがるっていうな。うわ強っ、これあれかやばいぞ、対象に取れないホープはさすがに。でライオアームズ効果でくっつけるホープに5500つえ。うわやばい、対象に取れないわ、さすがにやばい、さすがにやばいぞこれ、これやばいんじゃねえか。ブラックかけたら、うわ、いやギアフリードが
あればね、いけたんですけど、一応ギリなんとかあったんですけど、ディアフィートないからね、これかなりきついよ。ポチ送るのでもこれしかないか。あ、でもエビルデーモンで破壊できるじゃん。エビルデーモンで破壊できるわ、多分。エビルデーモンがある、ワンチャン。あ、これはね、すごい、なんかワンチャン、あるあるある、これワンチャンあるわ。いける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 、全然いける。いや、もう分からしてやるからな、マジで分からしてやる。こっちの方がいいか。セットモンスターをセット、カードを捨てる。あいつ守備力2000しかないから、え、この次のターンしのげばいけるわ。これ次のターンしのいで、エビルデーモン蘇生して、エビルデーモンで分かせる。さあ、ゴイユーマ。さあ、一体オーバーレイゲン、いいだろう、関係ないぜ。打点アップはどうでもいい、そんなもん。ビッグバンシュート、あー貫通するね。嘘だろ。